山小田巻は、金宝下下小田巻族の多年層。地下には丈夫な根茎と太く長い根がある。根室用は2回3室服用で、傭兵は長さ15から25センチメートルになる。各商用の第一商用兵は3.5から6センチメートルと長く、第二商用兵は1.5センチメートル以下と短い。各商用は、 長さ2.5から3 5センチメートルになる線形で、葉の先は2から3中列し、角列片はさらに2から3が差列する。葉の表面は緑色、裏面は粉白色で裏面の基部近くには難毛が治るする。茎は高さ30から7 0トルになり、上部には難毛は生える。茎につく葉は、上部では柄がなく、1回3室吹くようになる。 火器は6から8月。茎の上部に放射層傷で直径3から3 5トルの花を下向きにつける。学片は5個で花弁状になり狂乱形で紫褐色になる。学片の内側に花弁5個が合成し黄色で長さ1.2から2 5トルになるが、基部は後ろに長く伸びて巨になる。巨は紫褐色になり。 やや内側に球状に曲がり、先は徐々に細くなり先端は小球状になる。湯水は先熟で多数あり、中心部は大化した膜状の仮湯水となって、湯水群を取り囲む。湯水は5個ある。学編と花びらが落ちると、理生した飯べが下向きから上向きに変わり、成熟して果実となる。果実は直立し、 長さ1.5から2センチメートルの5個の袋花となり、栓質の単毛が密に生える。袋花の中には、光沢のある黒色の種子が多数ある。分類表内の写真には、花が終わり、離生しためしべが上向きになったものが見える。北海道、本州、四国、九州に分布し、温帯から亜寒帯の産地の道端の草地や、 林園などに生育する。小田巻とは、昔、カラムシやアサなどの繊維を巻いた管のことで、虚が伸びた花の様子が似ているためつけられたものであり、山に生えるので山小田巻という、ありがとうございます。